おはようございます。急速充電今日もやると思います。ここはあれやね、ワット数が高いんやね。確か90ワット。このカードは時間でお金がかかるので、なるべくワット数が高いところがお得ということで、やってみましょう。あ、そっか、もうてってん押しながら、まっすぐ引く、押しながら、重たい重たい、ほんまに重い、すごい、これ太ない、これダッキング。あ、これちょっとなんか喋って、これはこっち、こう向きか、違う、え、こうして赤インカード、はい、違う、選択して、はい、30分、 OK 押してください。 OK ホンダ、今 17% ですね。あ、342V ですね。 55A、 多分これ出力ね高い方だと思うんですよね。これ通常は、ご利用料金30分で500円かね。カラスがうるさいですね。今日はたまたまね、2台空いてます。ホンダいい、かわいいですね。やっぱいろいろね、手のかかる子ではあるんですが、やっぱこのデザインにね惚れてますよね。私 EV ライフ、とにかく充電のことを考える。え、何しとん？幅測ってる。幅？あ、そっか、ここを棚にすんねんな。エンジンかけていいんよね。エンジンないけど、ポチ。お、19%。まあ充電の話ばっかりしてもあれなんで、これ買いました。カインズホーム USB くつろぎケット買いました。これね、ほら車内って書いてるでしょ。これね、見てくださいこれ。もうあれなんですよ。もう電気をとにかくね、使わないように走りたいんですよね。エアコンをつけちゃうと、もう今ついちゃってるんで、ちょっと消しときますけど、とにかくこのエアコンがね、電気を食うらしいんですよ。特に冬場とか夏場はね。なので、このブランケットをね、買いました。しかもこれ普通のブランケットじゃなくて、これね、電源スイッチがありますよね。ちょっとつけてみましょう。なんか USB をね、バチッとして、はい、これこっちはあかんかったん？なんかちょっと電源の強さがちょっと違うみたいですね。でこれポチッと長押し、あ、赤くつきました。これね、3段階あって、青色とグリーンね。グリーンが一番エコというか小です。で、赤が一番あったかいと。これね、高温、中温、低温、3段階あります。あ、こんな感じでしてもいいんやな。まあ、結構ね、車内は、上着ね、着てれば、なんでここまでせなあかんねん、車で。上着を着てればあったかいんですけど、やっぱ足元がね、結構冷えてくるんですよね。なので、やっぱブランケットというか上着抜いて足元にかけて、空調を切って、ハンドルヒーターとシートヒーターでやってるという感じです。で、まあここまでして電気自動車乗りたいかっていう感じに見えると思いますけど、これがね現実なんです、皆さん。なんで、もうこの上を開けると、まあまああったかいんで、上の方は結構あったかいんですよ。あ、あったかなってきた。あ、いいわ、これ。あ、すごいすごい。この辺があったかい。なんか、回路入れてるみたい。すごい気持ちいい。あ、これよかった。これいくらだったっけ？あ、2900いくらが、1キッパーで売ってたと。もし Amazon で売ってたら、下のリンク貼っときますので、皆さん、クリックしてくださいね。類似品とかも貼っときます。貼っときますと言って、貼らない場合もよくありますんで。缶コーヒー買ってきました。なんか最近の缶コーヒー小さくね。ああ、ここにドリンクホルダーがなくなったの。ほら、今までは、
ここにあったんですけど、こうなるとミラーが見えんくなるからか。はあ。で、足元のこの辺にね、なっちゃったんですよ。ちょっとだいぶ取りづらいですね、ここ。で、もう一個はね、ここ。ここなんかおしゃれ。おしゃれドリンクホルダー出てきます。これでもちょっと若干取りづらいな、この位置。やっぱ私的にはここは良かったんですけど、ミラーが邪魔してますんで。あ、これなんか当たりでもう一本って書いてある。当たるかな？え？ダブルチャンス。これは当たりじゃないってこと？外れということで、MMI いただきます。あれ、こんな味だったっけ？なんかちょっと塩っ気があるような気がする。気のせい。これも置かれへんな。なんか置きたい、この辺に。これもね、ここも微妙に斜めなんですよ。微妙に斜めなんで、なんかこうずれ落ちてきそう。ほらほら。ほーら、ほら、怖い怖い怖い。怖い。ただいま、60%、まもなく 60% です。航続可能距離123キロです。ウインカーの音変えれんねんな。そういや。ウィンカー音色って書いてある。1、え、これどうすんの？あ何この音。え、他は？これはないな。え、3つだけ？これいつものやつやな。これしかないやろ。これおもろいけどな。ここにする？にゃだ。うん、まあこれやな。まあ多分ほとんどの人は買えないと思います。おー、74% までいった。嬉しい。次が使いやすいゴミ袋。これなんかいろいろ革グッズ買いますよね。これ革グッズじゃないけどな。もうこれゴミ箱置いたらもう足元ほとんどスペースないな。これ3台受け継いだゴミ箱です。アバンシア、フィット、そしてホンダインに来ました。こんな新しいの買えようってな。終わりました。重たい。すごい。すっごい重たい。これで、約1時間で、900円ぐらいです。まあ、家に充電があった方が、まあ、経済的ですよね。短い動画でしたが、この辺で終わろうと思います。私のチャンネル面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、EV カーライフは膝掛けを買うところからスタートしております。じゃあね、バーイ。